ご覧いただけます。この長島ダム、ダムの高さが109メートル、幅308メートルある大井川水系では一番大きなダムです。主に狩江の町に水を供給したり、大井川の林業調節などに使われている多目的ダムです。この長島ダムの建設に伴い、元の井川線の線路の一部が水没することになったため、今から24年前の平成2年10月2日にこの太月鉄道が開業しました。またこの長島ダムの正面にかかっています吊り橋、このダムがご覧のように強力放水がした際、水のしぶきがかかることからしぶき橋と名付けられました。あのしぶき橋ですが、歩いて渡ることができます。